はい、皆さんこんにちは、マンダレルビジです。では今回は新ギレンの野望ベリーハードチャレンジ続きをやっていきたいと思います。ギレン総帥の1年戦争編にマフティをニューガンダムに乗せて歴史介入させてのチャレンジ企画になっています。序盤はですね、特に宇宙で劣勢劣勢という状態だったんですけども、モビルアーマービグルを戦線に投入することによって劇的に戦局打開しつつあります。ご覧のように地球上空はほぼ制圧完了しているというところになります。一方地球での戦いなんですけども、オデッサ確保したんですが、敵の大部隊に囲まれて身動きが取れない状態になっています。オデッサだいぶね、敵を引きつけてくれているというのがあるので、その間に北米ニューヨークとキャリフォルニアの攻略を進めています。ニューヨークについてはすでに攻略完了してまして、キャリフォルニアに関しても問題なく制圧完了しそうです。この後はですね、ハワイとアフリカキリマンジャロ、ここの攻略をね、進めていきたいと思いますので、順次作戦を発動していきたいと思います。では時間を進めていきましょう。モビルスーツはギャンを正式採用してますので、旧式化した高機動型ダザク、これは廃棄して資源に還元していきたいと思います。で、あとですね、実はキリマンジャロ攻略戦に関してリハーサルやってみたんですけども、オデッサの部隊が救援で戻ってきてしまって大混戦になる状況が分かりましたので、高機動型ギャンの専用機、具体的にはね、ガトーとかジョニー・ライデン、シン・マツナガ、黒い3連星なんかには高機動型ギャンの専用機を配備して、これをね、撃退してもらおうというふうに今準備を進めています。なので順番としてはおそらくハワイの攻略が先にできる状態になるんじゃないかなと思いますので、順次作戦をね、進めていくところでまたご報告していきたいと思います。キャリフォルニアの攻略完了しました。特に苦戦することなく攻略できましたね。これで第2次降下作戦が完了となります。お役立てください。北米大陸の制圧をもって第2次降下作戦を完了します。続いて中部アフリカに対する第3次降下作戦の実施が可能です。開発部より新兵器の開発プランが提案されました。では第3次降下作戦、先ほどからお話しているキリマンジャロの攻略作戦ですね、これの準備を進めていきます。あとキャリフォルニアを攻略した時に露獲した潜水艦ですね、これをもとにユーコーンの開発を進めてハワイ攻略作戦の提案を引き出していきたいと思います。総帥、キシリアからハワイ攻略作戦提案来ましたので、これ早速発動していきたいと思います。旧時代の戦士によって証明されています。ぜひ潜水艦隊の設立を許可していただきたい。ありがたい。早速潜水艦隊を設立します。それともう一つ提案が、潜水艦隊の能力を最大限に生かすために海洋での行動拠点が必要です。太平洋の中心に位置するハワイ諸島ならばその役目を十分に果たすことができます。ぜひハワイ攻略作戦の検討をお願いします。これはすぐに発動していきましょう。開発部、では第3次降下作戦キリマンジャロ攻略作戦の前に、先にこのハワイ攻略作戦を発動しておきたいと思います。すでに部隊を接近させているんですが、敵も防御を固めつつあるので、まずはね、この防御網を突破してから中に侵入していきましょう。ハワイ諸島、各員の一層の努力を期待する。このハワイ攻略作戦にはグラブロ、これは水中用モビルアーマーになりますけども、これも3機投入していきます。かなり贅沢な使い方ですよね。ザンジバルがちょっと足が遅いので、このターンで中に入れなそうですね。旧式のドムを連れてきているんですけども、これはこの拠点の防衛用に連れてきています。主力はハイコックとあとはギャンですね。でさらにですね、ここは念には念をということで、新松永に専用ギャンを配備して一応動かせるようにしてあります。
ではハワイの攻略戦始めていきましょう。まあ、先ほども話した通りザンジバルがまだ入ってきていませんが、主力となるハイゴックは全部入れましたので、ハイゴックを進めていきましょう。基地中心部にいきなり迫っていきます。フィッシュアイがいくつか邪魔くさく残ってますけども、これはグラボロで排除していきましょう。あとオデッサの攻略戦で露獲した水中型ガンダム、これもねうまく使っていきたいと思います。グラブロを3機投入しているので、まあ、フィッシュアイは一ももにできるかな。で今基地中心部に、パワードジムかな、5機ほどモビルスーツがいますけども、これもハイゴック24機今向かわせてますので、これで撃滅していきましょう。奇襲はここまでは成功するんですが、キリマンジャロがね、冒頭でお話した通りリハーサルをやった限りではうまく奇襲できなかったので、今キリマンジャロの攻略のための部隊はね、衛星軌道上で制圧する部隊と攻略する部隊とで再編中です。再編完了次第部隊を下ろしていきたいと思います。まあ、その前にね、このハワイはサクッと攻略決めてしまいたいですよね。敵のモビルスーツの殲滅はこれで完了になります。次のターンで基地中心部の制圧を完了して、このハワイ攻略作戦をね終えていきたいと思います。では基地中心部を制圧していきます。これでハワイの攻略作戦、まあ、事実上完了ですね。残りフィッシュアイが残っているようですけども、これは撃滅しておきましょう。ではキリマンジャロ攻略作戦のための第3次降下作戦を発動していきます。ここ一つね、大規模な戦闘はもうないかなと思っていた中で、意外にも、まあ、大規模戦闘に発展した戦いにはリハーサルではなっていたので、油断せずに頑張っていきましょう。突入していきます。ここには先ほども少しね、触れましたがランバラールやジョニー・ライデン、まあ、さらに黒い3連星なんかもね、専用ギャンに乗ってもらってますので、まあ、火力を遺憾なく発揮してもらいたいなというふうに思っています。でザンジバルがですね、オデッサから戻ってくる敵部隊の第一撃に耐えられないことが結構多かったので、いくつかザンジバルが沈められるというのは覚悟しておいた方が良さそうです。でこれちなみにですね、ニューヨークから大西洋を渡ってキリマンジャロを攻略する場合も同じくですね、オデッサから敵が戻ってきて攻撃を受けてしまうという点は変わらなかったので、効率を優先して今回は降下作戦を取りました。こんな感じで戻ってくるんですね。ここは防御防御防御でなんとか一隻でも多くのザンジバルに残ってもらいたいなと思います。キリマンジャロの基地の中に入ってしまえばギャンの効果力の攻撃で次々敵防御拠点防御モビルスーツは撃破できるので、どうしてもねこの初回のザンジバルが何機残ってくれるかっていうところでだいぶ戦力が変わってきてしまうので、ここはもうちょっとある程度ね、運頼み運に任せるしかないところではあるんですけども、なんとか残ってもらいたいと思います。ではまずキリマンジャロの基地の方に向かってはいきましょう。ガトを中心に部隊を進出させていきましょう。で落とされたドムは、壁にねちょっとなってもらいましょうか。その間にこちらは少しでも前に進出します。できれば次のターンでね、一隻でも多くのザンジバルに中に入ってもらいたいので、まあ、そのためのね人柱にここはドム部隊にはなってもらいましょう。まあ、ザンジバルが落とされたことによって
ドムにダメージが出ているので、長くはね、ちょっと持たないかなとは思いますけども、まあ、それでも、1ターンでも、2ターンでも、稼いでくれれば、御の字ですかね。で、ハワイ攻略完了したことによって、ドリントン基地の攻略可能になってますので、ハワイ攻略者部隊再編してですね、この後、トリントン基地に向かってもらいたいと思います。まあ、キリマンジャロとトリントン基地が取れたらというね、少し足らればの話になってしまいますけども、これが取れればもう残っている連邦軍の基地多くはないので、いよいよね、終盤戦というところでお届けできると思いますので、まずはしっかりこのキリマンジャロ、トリントン2つの基地ね、攻略進めましょう。トリントン基地に関してはまあ、グラブロも出しますし、あとはハイザック、あとは新松永には専用ギャンを乗せて出撃をさせています。トリントン基地はまだリハーサルやってないのでわからないんですけども、おそらくね、キリマンジャロがこの中盤の天王山になるんじゃないかなと思いますので、キリマンジャロの攻略戦ね、頑張っていきましょう。ザンジバルが持ちこたえてくれるかどうかですね。では入れるところから入っていきます。一気でも奥をこのターンでキリマンジャロに入れちゃいましょう。ではキリマンジャロです。44部隊突入しています。敵軍事拠点に侵入しました。この後オデッサから敵部隊が戻ってくるので、いかに早く敵のね、基地中心部を抑えられるかというのに攻略がかかってはきてしまうので、急ぎましょう。では基地中心部に迫ってきましたので、ギャンを下ろしていきたいんですが、まずはランバラルとかね、強い機体から順に下ろしていきましょう。で、あとは、あんまりこの後、期待できそうにないのが、補給なので、無駄な、場所の攻撃というのは控えましょう。まあ、できるだけ、必要なところだけ攻撃していきます。ここは3連星のギャン。それに、アクトザクに乗ったガルマですね。この戦場には、ランバラル、3連星、ジョニー・ライデン、ガルマが突入してきてます。格闘戦ではね、無類の強さを誇るギャン、これを数用意してますので、一気に基地中心部に侵入してこれを撃破していきたいところなんですよね。特に次のターンでは間違いなく敵がですね、大部隊で侵入をしてくるので、これをね、できれば本拠地を制圧した状態で迎え撃ちたいんですよね。なので頑張ってここは進行戦をしていきましょう。キリマンジャロですが、基地中心部に入っていきましょう。ちょっとランバラルが暗いすぎているので、ランバラルは一度下げるか後方待機にします。基地中心部にはジョニー・ライデン、ガトー、三連星、この辺りをね、突入させていきたいと思います。ちょっとずつ敵がね、想定していた通り戻ってきているので、この戻ってきている敵に対処する部隊もね、ちょっと割いておきたいと思いますので、基地中心部を制圧した後もしばらくですね、このキリマンジャロは攻防戦が起きそうな気配がありますね。まあ、さすが3連星ですね。敵を撃破してくれて、これで基地中心部の制圧がまずはできそうです。で、この後、まあ、敵の残存部隊の制圧と、あとここのね、奪還に向かってくる敵部隊との攻防戦あると思うので、そこに向けてまたね、体制を整えていきたいと思いますが、まずは一旦基地中心部の制圧できました。
いい感じですね。はい、これでキリマンジャロの攻略一旦完了になります。ジオン軍の勢いはとどまるところを知らず、各地で次々に連邦軍を打ち破った。地上に確固たる拠点を築き上げたジオンは、地球の完全制圧を目指して次の戦いに挑む。だが急速な戦線拡大が仇となり、その勢いには陰りが見え始めていた。さらに連邦軍が密かに進めているというモビルスーツ開発の噂、地上でも圧倒的な力を示したジオンの前に新たな敵が立ちふさがろうとしていた。我が軍は地球侵攻作戦の初期目的を達成し、地上での生産体制が整いつつあります。これにより大気圏外からの降下という危険を冒すことなく、地球侵攻作戦の継続が可能です。北京攻略作戦を提案します。報告します。連邦軍がニュータイプ専用モビルスーツを開発しているとの情報を入手しました。特務部隊サイクロプスを招集し、モビルスーツの奪取を命じてはいかがでしょうか。ルビコン計画の実施をご検討ください。連邦軍本部ジャブローは堅牢な地下要塞であり、めちゃくちゃイベント関係が出てきていますが、基本的にはパイロットを失うようなイベントは全部やめていこうと思います。もうここまで来たらですね、すべてのイベントを無視してでもパイロットを生かして頑張っていきたいと思います。でこの後はですね、ドリントン基地、オーストラリアのドリントン基地と、あと北京の攻略作戦ですね、これ同時に発動して攻略部隊を送っていこうというふうに思っています。もちろんキリマンジャロ今取ったばかりで、敵の奪還作戦がね、あると思いますので、これの撃退も抜かりなくやっておきたいと思います。では今回はここまでにさせていただいて、次回ですね、またこの続きをプレイしていきたいと思います。